アクション。マスコミは国賊だよ。戦争あるだけ煽っといて負けたら今度は芋引いて。 GHQ の愚民政策だよ。私はね、君らが盲信する民主主義に少しでも風穴をと思ってきたんだよ。先生のその考えで戦後復興できたんですかね。仁義なき戦い代理戦争っていうのを、うん、俺らが見た頃はさ、俺ら19、20歳なのよね。ああ、そうですか。それ73年なんですよ。まあまあ20歳超えてたわけだけど、うん、その頃っていうのは放火はまだよちよちある。73年でしょ。そうだよ。いやだから60年前だとしたら、だから10歳か。その頃仁義なき戦いシリーズなんて全く知らなかった。知らないですね。当然、ま、東映漫画祭りです。東映漫画祭りに、うん、長靴入った中に、ね、でそのあれか、小さな恋のメロディーとか見てた時。それはでも正直僕らテレビで見てますから、ね、そうなんだ、うん、映画館で見てたわけじゃないで。小さな恋のメロディーのね、うん、すいません、これうちの子分なんですけど。よく知ってます。これこの人僕の親分なんですけど。記念していただきます。あ、そうですか。先輩と今回で試行官今日はやってますけども、うん、あれだね、今この前までは1973年、4年ぐらいまで、ね、うん、時代の、昭和の時代の話をしてたんだけどね。それでまあ映画のウブラのブライの中身の方もいよいよ、なんだかんだファミリーが太っていく時代になって、うん、それでいよいよ組長なんかが、松扮する組長さんがですね、うん、若き味噌だのまま刑務所に入ってましたんで、うん、出たり入ったり繰り返しとるからね、はい、何回も入っとるからね。どんだけ入るんやこの映画は、いうぐらい入っとるじゃん。懲りないですよ。懲りないんだよ。こんな寒いとこ嫌やな。寒そうでした。臭そうでしょ。だからそれをさ、まあ、丸ごとリアリズムで、それでまあ今度は5年6年とこ行って、その辺ぐらいからまた出てくるところから始まるんですけどね、うん、はい、だからそれがその、まあ、前回言ってた、今ちょっと話戻しますと、うん、仁義なき戦いなんかは全くだから記憶はないわけね。そうですね、ないんです。やっぱり我々だけですよね、うん、そうね、そうですよね、うん、やっぱりその頃は当然大人というか、まず10代ですかね。俺だから20歳ですよ。僕らはだもう全くプータローだったんですよ。それでもう僕はもう人生を生きあぐねてまして、うん、どうしたもんかなと、うん、できたら願わくば、うん、一生遊んで暮らしたいと、何か方法はないものかと、うんうん、というでじーっともうほぼ3年4年なんていうのは哲学してた時代なんですよね、うんうん、だからもう何もすることなく、親のすねやすねどころかもう腕も、うん、もう全部かじり、うん、何かそのするなんで人間っていうのは体を打って生きていかなきゃならないんだろうと、うんうん、なぜ人間というのは人のところに自分のものを打って、うんうん、そういうね見苦しいことはしたくないなと思って、うん、なんか嫌だなと思ってね、うん、そういうのはもうずっと哲学としてあった時代なんだな、うんうんうん、でもかといってどこかに売らないと生きていけないと、うんうん、じゃあ何を売りゃいいのかと、うん、一番もうどうでもいいものを売ってやれと、うん、一生遊んで暮らすにはどうでもいいものしかないと、うん、ということは俺の場合はやっぱり万年筆とインクを買って、うんうん、物でも書き始めるかと、うん、はい、まあ、できれば詩人になるか小説家になるか、うん、はたまたなんかもうちょっと大きなものを作るか、うん、なんかなと思って、そんなことを考えた、うん、頭脳を売ろうかと。そうそうそう、ね、頭脳じゃもういくら売ったって、うん、もう全然ストレスも多分ないだろうと、うんうんうん、そもそもそういう人なんですよね。なんかそうなんだよね。他の人結構誤解してって暴力振るなんか野蛮な人と思ってる。いや僕もずっと思ってた。君に言われたくないよ。僕監督は君に言われたくないよ。人を叩いてる不良高校生に言われたくないよ。もともとそうです。救ってもらったんですけど、人を叩いてる姿見たことないですね。その監督助手さえも。うんうん、まあそうですよね、うん、世の中の監督さんで割と蹴ったりさ、叩いたりするやつが多いんですよ、うん、名前は言わないけど、
本当なんで、僕は別にあのガンジーじゃないけど、うん、あの非暴力主義者ですから、一応暴力革命は、うん、あの求めたことありません。それがいや、僕は暴力革命の監督知る前にずっと映画見てて、はい、この人はやっぱり撮影の時絶対棍棒持って歩いてると思ったんですよ。でそのメイキングとかもちょっとバーンって強い発言して、うん、そうやね、あれはあのオーバーにやってんだよね、あのパッチギのメイキングもオーバーね、それは面白い。いや、僕は人を叩いたこともないし、逆に叩かれたこともないしね、それはやっぱり万年筆で、そうなんですよ、だから叩くなら万年筆で、うんうん、社会を叩くなら、うん、人間を叩くなら万年筆でと、うん、そういうふうに思いかけてたんですよね。それが一番ね、うん、一生遊んで暮らしていける方法だなんて、うん、そうこうしてるうちにね、やっぱりね、映画作ろうかなという気分になってくるんですよね、うん、もう万年筆はもうやめたと、うん、だってそんな書いたって一文にもならないわけですよ、霞を食って食って生きるわけにいかないわけだから、うん、そんな詩人になれたり、それの三文小説だってさ、そんなのね、なんとか月刊なんとかねさ、売り込む、そんな売り込んだってそんなもの引っかかるわけじゃない、そっからやんないとダメですもん、ね、それはあの岸和田の中僕じゃないけどさ、そんなよほど売り込んで投稿しないと、そんなさ一冊の小説なんか作れっこれ、だからもうと思ってたら、やっぱり僕らはピンク映画からやってやろうかななんてなるんだよな、まあ、その辺の話からですわ、うん、今日はね、ちょっと、はい、だからあの75年、6年を迎えていくんですよ、うん、そしてあの今時代はついに1978年ぐらいなんですよ、うん、その時はちなみに放火は78年ってどういう何をしたの、これ今見たら、うん、インベーダーゲーム、インベーダーゲームが登場して、覚えてるんですけど、中2ぐらいの時だったんですけど、うん、片町線のね、野崎駅の駅前の喫茶店に、うん、テーブルゲームで片町線ってあるんですよ、うん、まあ、もうインベーダーゲームにね、インベーダーばっかりが住んでそれが流行りましたね、うん、でも僕行かなかったんですよ、当時一切やらなかったんです、うーん、でも今ずっと後悔してる、そこから全部乗り遅れるんですよ、それなんでやらなかったの、何かね、その人と同じこと言うの嫌ですから、あ、そういうね、そういうね、あまりにも、うん、重要な電話かも、いや違う、どうでもいいし、いや、あまりにもすごいヒットしてみんなが熱中したんですよ、インベーダーゲーム、それがちょっとなんか、うん、寒い、肌寒い、うんうんうん、それに同調したくなかった、そうです、あまりにも全員がなびいていったので、うんうん、そういうとこが俺似てるんですよね、あ、ちょっと気持ち悪かった、ね、この子も辰年だし、僕も辰年だし、ね、一回りにしたんです、なんかあの似てんだよね、人と似たの、人がわーっとやることなんやねんって冷めてみたい、うん、本当は興味あるんですけど、なんかちょっとやめとこう、うん、でもこれやめてから、あのファミコンとか、うん、プレイステとかやってなかった、はい、未だにやってないです、まあそんな時代だ、僕はね、ちょうど週刊誌の記者を始めた時で、ちょうど、はい、随分遅れて私は記者になったんですが、はいはい、その時にみんなで行った新宿のまあスナックっていうかね、まあ要するに同業が集まるスナックって、はい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 、そこにママがインベーダーゲームを、うん、インベーダーゲームを2つ置いたんですよ、置いたと、うん、で、あ、これか流行ってんのはっつってそれで始めたらみんなハマってですね、はあはあ、うん、それで飲み行くより、おじさんたち、記者のおじさんたちがインベーダーゲームを夜中までやるわけ、朝までやるわけですから、うんうんうん、そこでかけるんですよ、かけるんだ、だからこう100円玉入れてこうやるでしょ、なるほど、で1000円札はこれかけるお金が1000円でここに100円やって、あれはでもそのかける相手胴元はどこになるんですか、だから点数でやるわけです、点数でやるからどこまで何段まで落としたかを見るわけです、ああそうか、でこうやるわけです、それであんまりやるもんで、他人とかけ合いするということですか、そうじゃなくて、だいたいあのみんな仲間内っていうかね、仲間内でかけ合うわけ、こいつは新潮社だとかね、こいつは小学館とかって知ってるわけで、時代だ、もう施設賭博だ、もうそれをやって、なあ、でみんなやってたんだ、ある時にそこのママが全部取っ払ったんです、うん、だってそんなやめてと、だって飲まないの、あ、そうか、そういうことか、そっちか全然売り上げ出ないじゃないですか、ゲーセン状態になったからですね、そういうことゲーセン状態、うん、それよく、あ、そう、家計インベーダーゲームをやってたんだ、はあ、それ初めて聞いた、ね、ただ遊んでるだけだと思った、というか高校生もやってたのかね、もう家計たりして、どうなんですか、いろいろありましたね、名古屋うち、名古屋うち最後の高校知ってんねん、そういうの知ってますけど、最後の一段を置くと、そのやっぱ名古屋うちじゃないと一段を、
ラスト落ちないっていう。で、何のことか知らないですそういうワードは覚えてます。うちらはこの僕の部来ではこちらの映画は下の者が町にある新興宗教、新興宗教団体なんかと結託してそのあのヤクザさん者たちがあのいろいろ商売をしだしてる時代なの でそれでそのビラを巻いて要するにまあ社会正義を変えてですね、で逆にその脅し取ろうなんてね、今日は面白いな、なんかそんなことを企んでる、いわゆる政治ごろ、舛添さんとしては遺族自得権か新興宗教か、いかにも当時よくあったようなノリを、そうだよ、あの合わせ技で使って、でそれに我慢ならない主人公らのそのコミーンがですね、もうユンボで突入するというね、とんでもないシーンがやったんだよね。 CG ではやりたくないから、もうまんまいけ、まあね、うちらはいつもまんまいけ、いけ主義やね、大体そうや、うちの組はね、いけって、それで やろうとしてて、何回も夜ね、テストしてたのね、あのギリギリまで行って止めてね、カメラのね、あのサイズ測らないかんからさ、それでこうだな、だな、それでこういろいろ照明もね、直ししたりして、でこうやってたんですよ、横演習を。そうしたらね、お父さん、ユンボ乗ってるお父さんがね、まあこの人素人ですからこれカツラつけたままやらされてんだけど、パンチパーマのカツラつけたままやらされてそのベテランのユンボの運転さんがね、あの何を間違ったか、誰かがね、よしもう一回行くぞーとかなんか言って、お互いじゃあ行くよ、はい、いやね、おかしいで、はい、行くよ、はいって言ったらさ、ブワーと行って、そのままブレーキ、ノーブレーキでそのまま突っ込んじゃったの、でもうせっかく作った大きな2階建てのその下がパソ、あのゲームや、ゲーム機室、で2階はそのまああの政治ごろの事務所、でそのそこへバーンバーン突っ込むところなんで、それそのままもう突入した、ついやった、最低だよ、フィルム回ってないんだから、あ、フィルム回ってなかったらアウトですよ、こんなもの、何の意味もない。ユンボ運転した人は本番だと思ってた、本番って、いやもう本番ももうテストも分かってなかったから、もう素人のもう70過ぎた おじいちゃんだから、もう、もうそれで重機操縦はもうプロやけど、これはプロやけど、もうはいって言われたらもう自動的にグワーいっちゃった、そう、でもう一回作り直して、いやもう作り直すのにほぼ1ヶ月かかりましたよ、だから、はあ、作り直して、じゃあ2代目なんですか、あれ、いやあの違うよ、建物が2代目し、1階の中のあのゲーム屋そのものはもうほぼ作り直したんだよ、そこは作っただってもう突っ込んじゃったんだから、もう2階はまだ助かったけど、それでその日はもう1時間もみんな呆然ですよ弁当でも食べて考えようかって俺たち女監督たちはさ、いやもう2階からさっき行っちゃいましょうとかね、いろんなアイデアが出てね、俺も全然やる気ないなと思うよでもとりあえず、まあ、1回やったつもりで2回やろうか、うん、もうだからあのカット順がめちゃめちゃになっちゃって、それでも撮ったんだね、撮ったよ、ほいでまあ3週間後ぐらいかな、もう一回同じとこ行ってですね、あの岐阜のどっかですよ、岐阜だか中津川だかあの辺だよね、そこ行ってもう一回そこでセッティングしておいてもらったまんまの形の戻したものをもう一回、そこへもう一回バーンとユンボの爪先は入れ込んだんですよね、その時の流れ、スタントマン入れて、いやその時同じのはまだパンチパーマのあのカツラ着て首にしなかった、おじさん大丈夫ですよね、大丈夫ですよね、もう絶対二度と失敗は許されないからって、もう10人ぐらいから言われたから、もうそれだけでももうビビっとるわけですよ、かわいそう、だからもう画面よく見たらそのビビってる横顔が見える、分かるんです、分かる、俺たちは分かる、大見よもうこないだってあるのよね、で用意したらもうビビってる方で、ちょっと待ってくださいとかなんか言ってんだよ、何もまずことないだろうって何回も練習してんのかわいそうね、そういうシーンをねやっちゃったですね、その頃はだんだん景気が良くなる頃なんですよ、そうなんだよね、で入り口になって、当時インベーダーゲームが流行った頃に外国から日本人のマイホームをウサギ小屋と言われたのこの頃なんです、はあ、ちっちゃいうち建てて、そういうことなんだ、でくっそーと思ってみんな頑張って高度成長からさらに行くの、オイルショックが終わった後に、ね、
そうだ、そうさぎ小屋って言われた頃だ。そうそうそう、あれがね、1979年ぐらいなんですよね。お前たち日本人はそんなちっちゃいところでよく暮らしてるなと、同じ餌ばっかり続いてと。アメリカ映画見て、なんと広い家にみんな住んでるでも庶民だったりするから。大岡ちゃんは78年と、それ何歳だっけ。12歳。ああそうか、うん、そんなもんか。違うの、じゃあまだ上品にしてた頃か。78年ってことは78年だよ。78-64、14だよ。14だよ。それだ、高中学の2年だな。中2だったらまだあれですか、あの仲良し小良しで、あの清廉潔白に、あの青春を楽しんではったんですか。そうですね、でもその頃僕はあのもうその頃すでにもう バイクかかってた。あのね、中2ですから、ちょうどブルース・リーとかね。おお、あ、それ来たか。映画ブルース・リーは70、そうよ、5年6年のあのノリだからね、うんうん、あとそのヌンチャクとかな、そのちょっと後かな、サタデーナイトフィーバー。あ、ありましたね。デートで初めて行った映画でした。それ中学の時デートで。そうですね。あ、そう。13かな。近鉄バス乗って梅田まで見に行ったんですよ。北までね。ほんでサタデーナイトフィーバーにかぶれたわけじゃないんだな。まあでも、考えてみたらそうか。そんなんですね。そういう時代か。うん、豊かな時代でしたよ。豊かな。70年代って。うん、まあ、そうですね、今の、うん、だから入る、ね、だんだんこれからまたこう入る頃ですね、経済的にこう盛り上がってくる、だって僕当時まだ長髪でしたもん、あの髪の毛も。あ、そう、そう、うん、70年代のこの中学のギリギリパンチパーマの前ですから、うん、あのジーンズの裾も広がってました、広がってました、ベルボトムでした、うん、ベルボトムでした、いわゆる70年代ファッションでしたよ、うん、ギリギリね。そのでそれからちょっとパーマ当ててくるんですか。アイパーとかこんなん、こんなんで、パンチパーマです。あ、パンチパーマあるんですか。あの関東は尖らすんです、僕ら短いんですあ、違う、いわゆるなんか、いわゆるなんていうんですか、見てみたい、ツイストする、なんていうんですか、リーゼントの、あっちじゃなくて、僕らは短めのヤーサン狩りを、ヤーサン狩り、ヤーサンカットこう、日差しはあんまり出てない、出てなくて、あの細かいコテで巻くパンチパーマです。俗に言う岸和田少年軍連隊の時に、あの志賀勝さんに言わしたあのセリフか。そうです。おい、こんな髪型したろか、うん、お前らも、うん、これええぞお前、この刑務所かとっつって。そう、あの映画ではそれをやめて、まっすぐ後ろにあるこれアイパーっていうんですか。それは刑務所カットになるわけか。どっちが言うであったやん、志賀勝さん。刑務所カットってどんなカットやねんって、みんなで撮影中断したことあったけど、スポーツ狩りちゃいます、スポーツ狩りということが。でもこんなぐちぐちっとしたパーマ当てたような感じだったと思うけどな、うん、それあれか、そのそっちのヤーサンカットとみたいな。関東と関西違ってたのかしら。だから要はそれぐらいなんか心のまた余裕が出てくるのかね、みんな、うんうん、というかまあ結局ノーボーズになってくるんですよ、うん、70年のオイル以降、オイルショック以降はね、また個人のさ、個人が個人の幸福をね、前回も言いましたけどね、うん、個人が個人の幸福だけを求めてさ、我感覚ね、面白いな、そうなんです、個人そのこと知るかみたいなさ。ソニーのウォークマンが出たのは79年。ああそうか、そつまり一人で聴けるというふうな、個人個人に入るのは79年です、ね、あ、そうか、そういうことか、うん、だから少しずつ豊かになりながら個人個人になっていくっていう。ウォークマンか、その時ですね、さすがにうちらの映画ではその頃ウォークマンは登場させてないわ、うん、代わりに登場させたのはその豊かになる象徴として日本テレビが24時間テレビなんていうのを、あれ始まった、なんかあのちょっと偽善臭いものをやりだしたんで、うん、僕らはもう見抜きましたけどね、うん、まああのなんか知らんけど募金を集めるってどういうことなのって、はい、なんだかね、でこんな出演者だってこれギャラもらってんじゃないのなんて、うん、もう当時からそんなことは本当は叫ばれ、あのよく裏社に言われてたんだよね、うん、でもそれがちょうど始まった頃なんで、うん、僕はあの映画の中にはその24時間テレビのちょっとこう、うんうん、模倣品、模造品みたいなのをビデオを作りましてね、それであの画面にはめ込んだりしてね、で歌もね、歌も似せた歌をね、模造品を作ってね
ちょっとパロってみたんだよね。そういう時代、うん、その時にウォークマンが流行ってたの。そうなんです。ああ、そういうことか。で、それからちょっとしたら俺たちが楽器帝国を作っていくんだよね。まさにそうなんですね。79年ぐらい。79年の終わりぐらいからね。まさにそうなんですよ。うんうん、オイルショックって何年ですか？オイルショックは72つあるんですよ、ね、2つあるんですよ、うん、だから1回第一両親は72年、田中角栄さんがあのロッキード事件で、うん、あの逮捕されてそれで保釈された時の頃が第二次ショック、二次ショックぐらいですね、うん、それで日本はそれを乗り越えてだんだん80年に入っていって、うん、どんどん良くなる。89年までバブルでブワーっていくんですよ、ね、あ、そうだよな。それはもう金権政治が始まってる時ですからね。そうですね。だからみんな浮かれまくるというですね。政治家からもうヤクザまでもうみんながみんなさ、うん、庶民もさ、うん、いいね、そんな何カット、こんなカットも出てくるわさ、みんなもう、もう我が物顔で生きていくんだよね。欲望の限りを小さいウサギ小屋に住みながら。うん